20HE まで、うん、まずはあって、うん、で次が9月10日の動画なんですけど、はい、でまあなんかね先生、私すごい面白そうだなと思ったんですけど、はい、アメリカの番組でね、はい、サイキックチャレンジっていうあの番組があるみたいなんです、はいはい、で僕その帽子ほら手に入れたんだいいでしょみたいな感じ言ってて一回出てみたいけどな、うん、みたいに言ってたので、多分あれですね霊能力みたいなのを使って、うん、ちょっとまあねあのなんていうんですかまあちょっと番組があるんだなと思って、うん、なんか面白そうだなと思ったんですけど、うんなんかね、まあ、その帽子をかぶってたのと、で、10日の日は、カナダの選挙と、あと、まあ、メキシコの地震に遭われた人々のお見舞い申し上げますっていうので始まりました。うん。うん。で、その9月10日で、まあ、インスタもされてるんですけどね、うん、そのインスタでも言ったけど、自分はビジョンが見えたと。うん。だけど、すっごいひどい地震が見えたんですって。おぉ。だから、メキシコの地震でないと。メキシコの地震ではない。ない。で、うん、この9月か10月に、すごい、またね、メキシコでもまた地震があるだろうと、うん、いうことを予言されて、うん、あと、フィンランドをハリケーンが襲うと。フィンランド、ハリケーン、うん、あ、そんなイメージなかったですかね、うん、ハリケーンとか。ねえ、なんかね、フィンランドはね、なんかいきなりね、うん、あっちの北欧の方みたいなし、うん、で、嵐が海岸線をめちゃくちゃにしてるのが見えたよということですね。その地震でひどいことになってるのってどのエリアですか？地震でね、それがね、でもね、わかんないんですって。そこはね、言ってない。でもメキシコじゃないって言ってて、だけどメキシコにはまた地震はあるよっていうことを言ってましたね。ジョセフさん、日本のことを中国と間違えたりするから、ちょっとちゃんと日本を理解してもらいましょうよ。理解してほしいですけど、でもあれじゃないんですか、わかんないな、すごくいい方だと思うけど、やっぱりその、なんでしょうね、まあその西洋の方から見たらっていう、そのアジア人はみたいなのがあるのかもしれない、わかんないですけどね、喋ってみないとわからないんですけど、お前たちアジア人みんな同じじゃねえかって言われちゃうね。ねえ、いや、もう本当なんかちょっと自由になったらね、アメリカとか行って会ってみたいですけどね、まあ私もお金取られそうですけど、うん、シェドナとか言って。あとなんか、それで、はい、はい、あと、まあ、今回ね、先生術もなんかね、見るみたいで、あ、先生術もやるんだ。見たいです、ちゃんとね、うん、先生術的にっていう、そういう話も出てくるので、はい、なんかね、先生術的にサンフレアっていう、まあ、なんか、あれ、太陽のなんかフレア、あれね、それがあったら、すごいことが起きてると。ほう。で、まあ、気をつけてくださいっていうことだと思うんですけどもね。うん。で、まあ、こういう、まあ、こういういろんな、まあ、予言聞いて、まあ、なんていうんですか、まあ、ちょっと、他人に対する怒りなんかを、まあ、抱くこともあるだろうけど、うん、まあ、その鏡を見て、他人に対する怒りを見る、見、っていうことは、もうそれは闇の勢力に引きずられてるっていうことだからねって言って気をつけてっていうみたいなことを言ってました。うん。で、ジョゼフ・ティッテルさんね、先生、フェイスブックに偽物いるそうなんですよ。フェイスブックに偽物がいるんですか？そうなんです。うん、で、自分は絶対そんななんか DM とか、なんかそういうことはしないんで気をつけてくださいって言ってました。はい、で、まあ、で、まあ、ちょっとこの方は今日私話がこういろんなとこ飛ばはるんですけど、うん、その後は、まあ、このような感謝を表すことがたくさんあるから今確かに辛い時だけどそこに集中してたらダメだよっていうのを言ってて、うん、で、まあ、先生術的にはサンフレアのせいで多くの人が暗い気持ち、マイナスな気持ちになっていると、うん、で、中には自殺する人もいるし、攻撃的になる人もいると思うけど、うん、まあ、そこに意識を持っていくんじゃなくて、うん、まあ、反対の人たちがいても、そういう人たちがまあ幸せを願って、そっとも立ち去ろう。それが賢明だっていうふうにはおっしゃってました。うん。はい。で、はい、まあ、ちょっと先になるんですけど、はい、2023年の9月11日に大変なことが起きるだろうと。はい、2年後。2
年後。どんなことが起こるの？9月11日。これがね、これがね、あの、それがまたね、また、また、口実というか、あとでみたいな感じで終わったんです。あ、具体的には言ってくれなかったんですか？言ってくれなかったんですよ。ああ。ただ、あの、おっしゃってたのは、まあ、そのカナダのな、大統領選挙を鑑みて、うん、カナダの候補たちは中国に買収されてる。ここで日本と言い間違いになったんですよ。ああ、なるほどね。ジャパンみたいな、いや、チャイナだ、みたいなね。あ、チャイナに買収されてるんですか。うん、買収されてる。だからカナダの人々はもうこれから大変なことになるよ、大変なことに巻き込まれるよ、っていうふうに。うん。言って、で、終わりました。うん。そして先生、いよいよじゃあ、あの、今日の、あの、ほやほやの、この予言、うん、あの、じゃこれね、本当に聞いたらちょっと怖いと思う方もいらっしゃるかもしれないっていう前置きだったんで、うん、一応あの、タイトルっていうかは、一応グレートポールシフトが来るっていうことで、うん、私ちょっと最初何のことかわからなかったんですけど、あの、ずっと聞いて最後まで行ったらやっとわかったんですけど、うん、あれですね、あの、地軸、地軸の傾きってことですね。あ、ポールシフトね。あの、ポールシフト。地軸、北と南が入れ替わるんですよ。なんでですか？いや、何年、何万年かに一回そういうのが来てるんですよ、地球上では。そうなんですね。ええ、ほんで、そろそろ来るって話ありますよ。地軸の変化っていうのは。まさに、あの、そのことで、でね、で、ね、まあ、その、一応、ちょっと、揺らはった順にちょっと言いますね。はい、まあ、自分は幼い頃からビジョンが見えると。うん。ね、ニュージャージー州でっていう。で、まあ、津波の夢なんかもちょっと見てたし、みたいなことを言ってあって、うん、で、これから、グローバルウォーミング、地球温暖化の本当の理由を伝えるから広めてほしいと。拡散してほしいと。うん。うんはい。でね、まあ、あの、ちょっと怖いと思う人もいるかもしれないけど、恐れることはなくて、うん、気づきと準備をすればいいということですね。気づきですか。はい。で、まあ、一応これ気候の変化なんかももちろん、あの、関わってくる話なんですけど、はい。はい。まあ、10年ほど前から、まあ、あの、同じ夢を繰り返し見てる、あの、まあ、これが予言というかビジョンということなんですけどね。うん。実は、ポールシフトはもうすでに始まっていて、あと、地軸の傾きはポールシフトでいいんですかね。あ、そうです。いいです。日本語だとポールシフトですね。はい、ポールシフト、はい、はい。で、それが始まったのはいつかっていうと、ここで日本が出てくるんです。日本は出てくる。はい。ほう。あの、3月11日。あ、3.11。はい。あの、日本の大地震と津波が起こった時に、もう、あのポールシフト始まってるんだと。うん、で、あの、まあ、福島のことなんかもイルミナティがやってるんだと。うん、イルミナティが仕組んだことだと。はい。うん、で、92、93年に発売されたんですかね。あの、イルミナティカードで、それこに自分たちの計画を見せていると。うん。まあ、あの、予言して当たってると言われてますよね、カードがね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あの、時計台が崩れてるのが、銀座の時計台が崩れてるって言われたり、あと、ね、あの、5種類、白人、黒人、黄色人種って、5色の人たちが逃げてるシーンがあって、これがオリンピックの後テロが起こるんだっていうふうに言われてたりね。ひどいもんですよ。なんかでもね、私、このイルミナティカード、まあ、ジョゼフ・ティッテル氏さん、が嘘ついてるとは、まあ、思えないんですけど、まあ、こんなイルミナティカードあったのかなって思うんですけど、先生。うん、あの、その、あの、福島のことを予言されてるんだって言って、パッてカードを見せてくれたんですけど、うん、あ、先生、はい、どうぞ。あ、よかった。あの、そこに、あの、まあ、カードなんで、まあ、タイトルが来ますよね。はい。そこに完全、ファッキューシマって書いてるんですよ。ファッキューシマ。はい。ファッキューシマって書いてて、うん、だから、福島を揶揄してる。うん。
私最、まあ、もう個人的な意見はもう最低だなと思ったんですけど、うん、あのそこにね、まあ、どんなカード、え、絵柄が書いてて説明書いてるんでしょ、あれイルミネティカードね、うんうん、で、あの絵が、まあ、そこにね、あのホンダのマーク、あのなんかあのバイクとかの、うん、あのなんかね、羽みたいなマークと角のマーク、うん、で、あのなんか人々がこうちょっとなんていうんですか、あのちょっとゾンビ化っぽい、なんかまあ黒い人影なんであれですけど、うん、ゾンビ化してみたいな人がの絵があって、うん、そこに説明は核施設がメルトダウンを起こすと、うん、でテスラの核潜水艦爆弾が地震や津波を引き起こし、うん、ユダヤのニューワールドオーダーのために中国がアジアを奴隷化あのするみたいなことが書いてるんですよ。中国はニューワールドオーダーの忠実な部下ですからね。ユダヤのね、うん、まあそうですね、びっくりして、こんなんね、普通にでもね、あ、九島って絶対問題だと思うんですよ、失礼にこのぐらいですけど、うわ、ちょっと衝撃的でした。そうですね、はい、うん、だからまあ福島のあの 3.11 もイルミナティのその計画のうちだということで、それでポールシュートを引き起こす、そうです、そこからもう始まってるんだみたいなことが書いてあって、ありは言う、あのおっしゃって、その後日本に大地震が起こる、はい、起こらないですか？大地震が。ええ。いや、なんかね、そのポールシフトがなんでかっていうと、みたいな、なんかの、あの、そういうことをずっとなんか、なんでなんでしょうね、でもね、そうですよね、あの、ずっとね、あれなんですよ、あの、淡々と説明をしていってるはずなんですけど、うん、なんかね、うん、なんでしょう、あれですね、はい、まあ、その 3.11 から始まったっていうふうに本人は言ってはって、いや、3.11 の事件の時に、はい、時間とか空間が歪んでタイムスリップした人がいるらしいんですよ。で、過去から飛んできた人もいるし、過去に飛ばされた人もいるし、これ、え、何ですかそれ先生。そういうのがあるんですよ、実際に。あの、旦那さんがいなくなって死んじゃったかなと思ったら、旦那さんが未来に飛ばされていたり、そういう事例があるんですよね。へぇー、なんかすごい。ポールシュートが、ね、ポールシュートが 3.11 きっかけで起こったとなっても、なんら不思議じゃないと僕は思いますけどね。いや、まあ、まあ、ジョゼフって言ってるしも、まあ、こう、まあ、説明してはって、うん、あと、その、あの、イルミナティカードの、あの、もう一枚出されてきて、うん、あの、93年、まあ、テロリストニュークって書いてあって、まあ、ニュークはの核なんですけど、うん、まあ、ツインビルが破壊されてる、その、絵があるカードですね。はい、はい。はい。で、あと津波カードってあるタイダルウェーブって書いてあって、まあ、津波ってことなんですけど、うん、そのカードがあって、そのカードの絵がまさに福島の核施設にそっくりな建物の絵が書いてあって、で、あと核アクシデントカードっていうのもあるんですよ。これが、まあ、あの福島のことを言われてるんじゃないかと、うん、で、あのまあで、これからも言うことは、この時代や君たちの子供や孫の時代には必ず起こること で、うん、で、それが早まってと思ってるより早くに起こるんだろうなっていうことを言ってて、うん、で、娘の子、あ、ごめんなさい、怒ってることを見せると、うん、で、証拠のビデオがあると、うん、おっしゃってて、で、まあ、うん、これはまずは、まあ、あの福島から始まると言ってるんですけど、うん、まあ、今度はね、あの古いニュース、2011年1月のアメリカのニュース番組をパッとこう見せはって、うん、そこで、まあ、あの、まあ、まあ、そのポールシフトは、まあ、北に年間40マイル、うん、動いてるんだと。うん、年間40マイルずつ動いてる。まあ、64キロだそうなんですけどね、それが40マイルって大体ね、うん、64キロ。うん、で、あのね、2011年のドキュメンタリー番組、ここを見てくれって言っ
出会ったんですけど、その前に、NASA、うん、NASA からの興味深い記事をちょっと見てくださいって言って、うん、で私ちょっとびっくりしたんですけど、うん、NASA はね、ナチによって作られたんだよねって、ジョセフ・ティっていう詩が、あ、そうですよ。おっしゃって。ドイツから連れて帰ってきた学者が立ち上げメンバーですよ、NASA は。そうなんですか？え、それは事実なんですね。第二次世界大戦が終わった後にね、ナチスから生き残った残党の科学者を、はい、ナチスドイツの研究をくれる代わりに命を助けると言ってアメリカに連れてきたんですよ。それが NASA です。なんかね、そう言って言われたらなんか NASA、ナチ、なんか似てるな、ナーつながりみたいな感じですよね。うん、なんかね、でね、NASA は、まあ、言うのはな、日本の地震が、まあ、アースデイズを短くした、まあ、つまりまあちょっとそのポールシフトしたよっていうことを言ってるんですけど、うん、でも、でまあ、そんなことはでもね、みたいな、さほど重要なことじゃないっては言うんですね、うん、ジョゼフ言ってるしは、うん、でこっちを見てくれということで、今はエスキモ人って言わないですよね。うん、イヌイットですね。あ、ね、イヌイット、イヌイット、あ、でイヌイットの方たちのドキュメンタリーの番組があって、うん、でちょっとそれの大事なとこを抜いたからちょっと見てくれって言うからちょっと見たら、うん、そのイヌイットの方たちがまあ、おじさんがね、まあ、あの方たち、アザラシ漁をされるんですね。うん、しますね。で、ね、ご飯食べたり、その皮をね、まあ、ちょっと着るものに使ったりとか、うん、まあ、そういう伝統的な漁に使うと。うんうん、で、で、そのアザラシ漁を、するために、やっぱ小さい頃から男の人がね、男の人は小さい頃からお父さんとかから、そういう地図とか、うん、あとまあ、スノードリフトっていう、まあ、雪の嵐みたいなもんですかね、うん、でそういうことについてずっと、まあ、一緒についていって、ああだこうだこういうふうにするんだよっていうのをね習うそうなんですよ、うん、ところがですね、最近そのお父さんか親父から聞いたデータともう違ってきててって、うん、でやっぱりこう太陽とか天体を見るそうですね。で太陽が没するのを見ると、うん、なんかおかしいと、うん、でこれ地球の軸傾いてるんじゃないかって自分すごい思ってたと。あ、うん、でちょっとこれはどうだろうなと思ってたけど、うん、実際ね、どうなんだろうなと思ってきたんだがということで、うん、やっぱりだってでもってやっぱり地軸は傾いてて、うん、その傾きが気候変化をもたらして温暖化をもたらしてるんだよと。ジョセフ・ティっていう人は言うわけなんですよ。そうですね。南極の氷が溶けるっていうのも地軸の影響でしょうね。ああ、言ってました、言ってました、言ってました、それ。うん。なんか、はい。で、うん、まあね、ちょっとまあいろんな、その、まあ、なんか聖書の話とかもしはったんですけど、ちょっともうそこはちょっと端折って、うん、で、まあ、ポールシフトが10年ぐらい前から傾き始めたと、うん、そしたらもう今どうなってるかっていうのは分かるよねと、うん、で自分はネイティブアメリカンの方とか、まあ、そういうラコタとかホピとかっていう、ね、そういう人たちは何百年も前から世界地図と更新してきていると、うん、でこれはアメリカの海兵隊や、軍隊はこの地図を見せなかったと、うん、だけど、実際はこうですということで見せてもらったのが、なんか南極の氷が溶けたらこうなるっていう世界地図なんですね、うん、で、そこには日本がないんですね、私見たんですけど、どう考えても日本ない。それは日本が海中に没するってことですかね。みたいです、多分もうそういうことだと思うんですね。まあもう全然でももう日本のことなんて、まあ、別に言ってくれないんで、まあ気にしてないからね、向こうのアメリカ人は。うん、もう本当やっぱりアメリカの方が、みたいな感じで。うん、まあでも、コメントにもあったら日本にも頻繁に地震が起こってるみたいだね、みたいな感じは言ってくださってるんですけど。うん、で、アメリカの世界地図も大抵ほぼ沈んでると。うん、で、まあ、地震が地軸の傾きを早めてるのは間違いないと。うんうん、
アメリカの東海岸やフロリダの下の方を沈む。うん。で、まあ、まあ、でももともと西海岸のセドナも、今いるね、セドナも何千年も前は海の中だったけど、っていうことなんですけどね。うん、なるほどね。で、はい。で、こういう、まあ、そういう、まあ、感じの、まあ、ことがですね、まあ、彼は、あの、ジョゼフ・ティッテル氏は、ペルーのシャーマン。うん。が、まあ、2016年ぐらいから精霊からも教えてもらってるそうなんですけど、うん、あの、2025年から、32年、うん、この7年間の間にいろいろ起きるということですね。なるほどね。天候とか、もう、すごいことになると。で、うん、結局はですね、あの、まあ、水亀の時代に入るんだけどと、うん、で、何もかも立て直されると、うん、で 90% の人口が削減され、うん、水没していない島にイルミナティの人々が住み贅沢を尽くすと。ああ、なるほどね、うん、で、他の人々は奴隷化ですと、奴隷ですよと、うん、でしょうね。だけど、はい、そういうことになるじゃないかというふうな感じだけど、でもジョゼフ・ティッテル氏はそんなのが成功するとは思わないと。うん、それをプランとして成功はしないと。うん、そうです。最後は光の勢力が勝つだろうと。うん、まあそれが3000年サイクルでみたいな感じで言ってあって、うん、で、あのそれらと戦おうと。うん、で、まあ自分の、まあだからこれ、まあ動画を聞いてる皆さん、見てる皆さんも、スピリチュアルに従い、うん、あの、守護霊に従い、うん、準備をしようと。いや、コメント欄に書いてくださいよ、ジョセフさんに。我々も、あの、はい、気持ちは一緒ですと、はい。闇の勢力と戦いましょうと。はい、日本でも戦いの火の手を挙げますよって言ってください。ああ、わかりました。日本でも、ね、戦う。で戦う、僕らが喋ってる URL を貼って、彼がわかるかどうかわかんないけど、はい、周りに日本語側の日系人とか日本人とか一人ぐらいいるでしょうし、あの、訳してもらえるかもしれないんで、はい、URL 貼って、あの、はい、共闘を呼びかけましょうよ。URL は先生、どの URL ですか？あ、じゃあ僕、これ決まったら送りますよ。あ、わかりました。あ、この番組のですか？うん、そう。うん、うん、うん。わかりました。あの、はい、載ってるのは全然、はい、載ってますし、はい。はい、なんかまあ、あれ、もしコメント欄でなくても、まあ、ジョゼフ・ティッテル氏に、まあ、何かしかどこかにメールとか多分連絡先とか、まあ、あるとは思うので、そちらにも全然私メールは書こう、コメント書こうと思えば書けますので、コメント欄に書くのが一番いいですよ。あ、アメリカの、あのアメリカのそういう闇の勢力とかに対する抵抗運動をやってる人たちと連絡がつきやすくなりますから。あ、連帯の輪を広げるためにはこれは必要だと僕は思います。確かに逆に目をつけられたりしませんか？いや、もうとっくにつけられてますよ。え？毒にもう、あの、僕なんかつけられてますよ。え？大丈夫なんですか？大丈夫じゃないと思います。アーリーさんの予言だと7年後に俺は死ぬそうですから。ああ、先生。死ぬまでにやれることをやっときましょうよ。いやでも運命は変えられるってね、だってどう変わるか分かれへんっておっしゃってたじゃないですか、アリーさんね、いつもね。まあね、あの数字で残りの寿命がアリーさん見えるみたいなんで、僕の数字はあと7年だそうです。いや、まあ、ビートル先生だからどうしても知りたいというたっての願いだから教えてくれただけで、多分普通はね、あの教えてもらえないと思うのでね。そうですよ、これね、皆さん、アリーさんに、聞かないでください。困っちゃうから。はい。ああ、でもすごい、そういうことですか、先生。7年。うん。だから。でも変わるかもしれない。変わるかもしれない。だから、闇の勢力に目をつけられてるから、7年後に始末されるかもしれないですね、僕はね。
そんなことは、そんなのは、でも変えていきましょう先生、それだったらね、ぜひ。じゃあ、ジョセフ、ジョセフさんに、はい、っていう連帯のコメントをお願いします。わかりました。ほんで、アメリカの方で戦ってる人たちがいたら、連帯しましょうというふうにコメントを呼びかけてください。はい、わかりましたね。まあ、放棄、決起。決起ですね。決起しようってことですね。はい。わかりました。で、先生、あとちょっとお知らせが、1、2、3、あるんですけど、はい、よろしいですかね。はい、どうぞ。はい。ですね、まずは、はい、10月16日に、はい、穂積さん。はい。が大阪のアワーズで、はい、怪奇猟奇事件のトークライブっていうのを開催される予定です。はい、聞きました聞きました。はい、で柴田さんがゲストなんで、はい、まあこれアワーズの方にね、皆さんちょっとね、予約等ね入れていただければと思います。そうですね、はいはい。で、あとはまあちょっと私ハピー、ですね、英語英会話のはいはい、サイトというか、まあ、教えたりもしてるんですけども、はい、今回ちょっとミークって言ってね、オンラインレッスンのサイトがあるんです。はい。で、はい、それはね、MEECOO っていうサイトなんで、ちょっとまあ検索していただいたら、まあ、今回ちょっとキャンペーン価格で人数限定で、ちょっとハッピーが英語英会話、占い人生相談、まあ、ハッピーと話してみたいっていうね、既得な方がいらっしゃったら、はい、そういうキャンペーンも今しておりますので、よかったら見てくださいっていうのですね。はい。ハッピーさんと、あれ、ハッピーさんは占ってくれるんですか、人生相談とか。はい、そうです。私、ちょっとタロットとかも始めて。タロット始めたんですか。始めました、ちょっともうなんか。電話占いやりますか。電話占い。電話占い。週に、まあ、電話でもねしますけど、まあズームとかスカイプとかでね。週2日ぐらいでいい練習できますよ、はい。本当ですね。それはそうですね。週2日ぐらいでいい練習ですよね。ええ、まあその話はじゃあ後ほどお知らせします。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、で、あとは関西支部っていうね、タイトルカンパニー関西支部のノートっていうね、とこがあるので、うん、そこにちょっと今回のこのジョゼフ・ティッテル氏の、このなんかこう、まあ、過剰書きみたいなのをちょっと載せようかなと思うんで、ご興味ある方、覗いてみてくださいっていうところですね。はい、わかりました。はい。はい。で、先生、あとね、私ね、あれですよ、前、インド人少年予言を読みましたよね。ああ、アナンド君。アナンド君の。で、うん、でね、彼のサイトはちょっとね、なんか見つけられないっていうか、なんか YouTube 実際今、お母さんが、彼のお母さんの家庭料理みたいなところが載ってて、ちょっとわかんないんですけど、彼自身の予言は。でも、前予言を翻訳してから、アユールベーダ、インドの伝統医学にすごい私自身がすごい興味が湧いてですね。はい。で、その言ってたちょっとイボツグラフジっていう、はい。苗をゲットしました。あ、苗をゲットしましたか。はい。で、それがね、先生、すごい、あれですって、インドでも、まあ、すごくコロナにいいんじゃないかっていうので、もうなんか、うん、めっちゃすごい、こう、まあ、冒頭とか価格が高騰してるとかね、っていうのも聞いてて、で、それをちょっと、私も栽培して、まあ、ちょっと葉っぱを切って、うん、で、またちょっと天日干しにして、うん、お茶にできるのですごくいいらしいんで、私先生に送りますっていう話。ああ。なんか、アランド君がコロナに効く葉っぱがあるとか言ってましたよね。そうです。そうなんですよ。もうやっと手に入ってイボツグラフジ、なかなかないんですよね、やっぱ日本では、うん、結構庭に植えちゃったら結構増えるんじゃないですか。どうなんでしょうね、インドではそこら中にちょっとあったかい、ベトナムとかタイでもそこら中に生えてて、うん、すごくでも体にいいんですよね、本当に命の葉っぱかなんか言われてるかなんか言ってて、うんうん、他にもホーリーバジルっていうお茶がね、すごくいいです。ホーリーバジルっていうハーブがあって。はい。ああ、はい。で、それも私ちょっと手に入れたんで、はい、先生にちょっとまた、
あのそれできたらちょっとお送りするんで、先生、あのね、はい、なんかもうちょっと体の調子も整えられてね、はい、7年後と言わずも人生100年時代、ね、100歳までぜひ、はい、一緒に頑張ってよろしくお願いしますっていう話でした。わかりました、はい、はい。じゃあ今日はありがとうございました、はい、ええ、またあの未来人の予言とかも送りますんで。あ、本当ですか？あるんですね。未来人が YouTube でギャーギャー言ってる予言があるんで、何バカなこと言ってるのかなと思って僕は聞いてたんですけど、あのちょっと細かいところが なんか言ってることがよくわかんないんで、ちょっとそれを訳してもらいたいなと思いますんで。わかりました。承知しました。はい、またね、はい、あの送ってください、先生。はい。わかりました。じゃあまた。はい、させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、すいません。失礼します。はい、はいはい、失礼します。はい。ハピさんでした。相変わらず、テンションが高い人ですね。それと同時に、あのかなりきめ細かく翻訳してくれたので、分かんなかった部分もだいぶ分かってきたって感じですね。こういうのはやっぱりネイティブな人に任せると非常に、ありがたい結果ですね。分かりやすくなります。はい、まあね、チャンネル登録、皆さん興奮してこれはいかんと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからも様々な預言者、超能力者の話をレポートしていきます。そして闇の勢力に負けないように戦いを広げていきますので、皆さんぜひ合流して共に手を取り合って頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。サイバーアトランティア、闇の勢力と戦っております。サイバーアトランティア、抵抗運動の要です。これが我が社を支えております。皆さんよろしく、ご購読のほどよろしくお願いいたします。絶対びっくりしますよ。この社会がいかに腐っているかよーくわかります。頼むから1ヶ月でもいいから読んでみてください。変わります。目から鱗です。お願いします。よろしくお願いします。それからアトラスニュース、このアトラスラジオの、親元なんですけども、アトラスニュースの方はただで毎日更新しております。毎日 UFO、 ユーマ、宇宙人、超能力、都市伝説、心霊などなどね、最新情報が載っておりますので、皆さんぜひお読みくだされば幸いです。ね、それね、ぜひあの携帯のお気に入りに入れて読んでくださいね。よろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じでしょうかね。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルトだ。山口敏太郎でした。次回も不思議の世界であなたとお会いしたい。山口敏太郎でした。それでは皆さん、さようなら。バイならバイちゃ。